面白い。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、ちゃんくん。向こうの部屋で寝ていたポンちゃん。生配信終わると来るね。タンスの上で寝てました。今日の歌の生配信は喉の調子を考えてですね、早めに切り上げました。今日の、あ、そうか、うん、ではちょっとここに広げてください。はい、これと、はい、これはマットに見えるけど、マットとニモ、ね、ニモ、ニモは、はい、動くっぽい。やってみよう、やってみよう。あ、でも電動か、これ USB がついてるね。そう、なんかね、だって充電できるって書いてある。ってことは充電されてなかったら動かない。そっか、充電してからだね。そっか。開けてみて。じゃあ、これで。ポンちゃん、ポンちゃんどう？動かんね。どうやってやるのか。わかんないね。なんかどっかにスイッチがあるのかな。この中。じゃあ後ほど。あ、これ。は？これがビコビコって動くんだ。ははは。あ、オフになってるよ。動く動く動く。あ、ってことは何？これを入れた状態でオンオフをできるってことね。そうだね。こうやって。じゃあちょっとこっちを紹介してからにしようか。そうだね。これも開けてください。はい。こっちはね、爪研ぎって書いてあるよ。うん。ここに爪研ぎ。あ、ポンちゃんが。あ、ポンちゃんまだ乗らないで。ポンちゃん。踏むの早い。ポンちゃん、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 これね、開くものらしいよ。ほら、ポンちゃん、よかったね。はい、お、かわいいじゃん。なるほど。はい、どうぞ、おもちゃもついてる。優しい爪研ぎだね。ポンちゃん、おもちゃついてるよ。ポンちゃん。あれ？ポンちゃん、ポンちゃん。どうはい、踏んだ。そして爪研いだ。爪研ぎ。もう狙い通り。ポンちゃんはすごいね。一度でやるね。そしてこれをなんだっけ、なん隠れ熊の実。熊の実ニモだよ、ニモ。で、これ上手にここに尻尾に入れて、あれなんだっけね、このちょっとな、下手か、逆かな、こうかな、違うよね、うん、あれなんで下手か、下手かも。よいしょ、じゃあ、はい、こうだ、こうだ、下手か、下手だ。はい、はい、じゃあ、これで、はい、一発で入りました。で、押す、あ、やって、あ、動いた、動いた。ぽんちゃん、ぽんちゃん、ぽんちゃん、どうぞ。おお、びっくりびっくり。ピチピチしてるよ。息がいいよ、ポンちゃん。え？ジャン君も見てる。ジャン君。ジャン君、ポンちゃん。あ、電池切れになってきてる。電池切れるくらいの方がいいのかも、この子たちには。激しい、激しい。あのっていうポンちゃんえ、こっちがいいの？こっちがいいんですか？ジャン君とポンちゃんにはこの音がね、ちょっと怖いかもしれないので、慣れるまで。そうだね。あ、でもだんだん、ジャン君近づいてる。ジャン君近づいてる。お、ジャン君。あ、逃げる。ジャン君はビビリです。ジャン君どう？あ、終わった。終わったらいいんじゃない、ちゃんくん。今ならチャンス。ちゃんくん。ちゃんくん、今だよ、今だよ。めっちゃ見てます。すっごい見てます。動きません。では、充電して、後ほど。後ほど。ポンちゃんも。
はい、ポンちゃんはいい感じで、これも踏んでるよ。どうもありがとうございました。あ、ポンちゃんのお誕生日だってよ。あ、ポンちゃんそうそう、お誕生日おめでとう。まだちょっと早いです。早いんだけど、おはい、あ、いいね、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、いいね、ポンちゃん、ポンちゃんシュリシュリしてるんだ、ポンちゃん。ワンちゃん、尻尾ブルンブルン振ってます。ワンちゃん、ワンちゃん。今日昼間ね、ポンちゃんね、ジャン君みたいに高い声で泣いてたの。そう。ね、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんじゃないかと思っちゃったの。ポンちゃん、ポンちゃん。すごい高い声で泣いとったよ。ポンちゃん。ポンちゃん。はい、ポンちゃん、ポンちゃん緊張しています。はい、シリシリ、ポンちゃん、ポン、かわいいね、ポンちゃん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 、嬉しい、嬉しい、ポンちゃん、嬉しい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 、ポンちゃん、ポンちゃん、はいはい、はい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 、そしてこうだ。面白い。ちゃん。さあ寝ようか。明日ね、お父ちゃんとお母ちゃんで2人でデュエットでね、ステージに立ちますよ。本当はステージに座りますよ。喉の調子をね、整えなきゃいけないから、もう寝ますよ。私も一緒に行く。いいね。受けると思うよ。はい、はいはい、はい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 。ペロペロしてる。そしてね、喉の調子が悪いのは猫アレルギーのせいじゃないんじゃないかって言われました。ポンちゃんごめんなさい。そしてちゃんくんごめんなさい。ちゃんくんのせいにしてごめんなさい。お尻が出てるよ。ちゃんくんお尻。ちゃんくん。ああ。そうなのかな。絶対そうなのかな。わからないね。わかんないね。